チェントリオーネ2世やサン・ザッカリアはイタリアジェノバ出身の最後の赤い公。ザッカリア家はジェノバ出身の大商人の家系で14世紀に小アジア産の名番及びヒオス島のマスティ派貿易で財をなし、さらに1329年にジェノバ人たちが道東を東ローマ帝国から奪取するにあたり中心的な役割を果たした。当時の党首 マルティーノ・ザッカリアは、アテネクゲの女性、ジャクリーヌ・ドラ・ロシを妻に迎え、その嫁師として赤や広告領内に黙らす及び、ハランド・リズアを獲得した。その息子、チェントリオーネ・一世は、東ローマ皇室パレオロゴス家と、ブルガリア帝国のアセン家の血を引くエルニア・サニナを妻に、迎え、東ローマ皇帝ヨアニス・六世カンダクジノスとは、義兄弟の遠赤関係を持つに至った。 チェントリオーネ一世の娘マリア・ザッカリアは、ナバラ軍団の長として、アカヤ公国の代理総督を務め、後に公家くらいそのものを、ナポリオー家から買い取ったペドロボルド・デ・サンスペランの妻となっていた。チェントリオーネ二世は、マリアの兄弟アンドロニコ・アサンザッカリアの息子にあたる。1402年、サンスペランが没したとき、妻マリアが、幼少の息子の摂政として、 赤谷公国の支配権を引き継いだ。しかし、チェントリオーネ2世はこの政権が脆弱なことを見て取り、おばといとこを追放して自ら支配権を奪い取った。当時、ベネツィア共和国は、海上支配の新たな拠点を求め、ペロポニソス半島北岸の要塞都市の選挙を企てたが、チェントリオーネはこれを退ぞけて支配権の確立に成功した。彼が、 支配権を掌握した当時のアカイア公国はペロポニソス半島北部アハイア地方とイリア地方及び南西部のメシニア地方を領有していたが内部構想が絶えず不安定な状況にありかつ外には二つの敵を抱えていた一つは急速に勢力を拡大しつつあったモレアス先生綱領のギリシア人でありもう一つは同胞とも言うべき イタリア人のイッピロス先生校、カルロ一世特攻であった。そしてこれらの敵に対し、チェントリオーネは明確な劣勢を強いられていくことになる。1406年夏頃から、カルロ一世の弟レオナルド二世は、赤屋公国の公安都市クラレンズアに対する襲撃を開始し、1407年8月から1408年2月の約半年間にわたって占領した。 カルロ・レオナルド兄弟は、ベネツィア市民権を持ち、また、チェントリオーネもジェノバ人ながら、ベネツィア市民権を得ていた。このためベネツィアは、市民権保有者同士の構想を有利し、仲介に乗り出した。その結果グラレンズアは、チェントリオーネ公に返還されたが、特攻化勢力がペロポニソスに対し明確な野心を持ち、かつ、それを実現する能力のあることが明白に示された。 チェントリオーネ2世は、この劣勢を挽回すべく、カルロと対立関係にあった、イッピロス南部のアルバニア人君主ムリキスパタとの同盟に乗り出す。1412年、チェントリオーネはスパタラアルバニア人の陸戦を支援すべく、艦隊をイオニア諸島周辺に送り込み、レフカス島を海上封鎖した。しかし、道東は、カルロの妻フランチェスカチャイォーリによって防衛され、 ベネツィアの広報支援を受けた特古機の艦隊によって、チェントリオーネの艦隊はあえなく撃退されてしまい、和平を余儀なくされた。チェントリオーネとアルバニア人の同盟関係は、彼自身には大きな成果をもたらすことなく、終焉に至った。1417年、モレアス戦成功、セオドロス2世、パレオロゴスは、兄の東ローマ皇帝ヨアニス8世、パレオロゴスと共に、 ア赤谷公国に対する遠征を開始した。戦局は、ギリシア人の優勢が続き、半島南西部、カラマトタメシニア地方は、この頃完全に、モレアス先生公領の支配権に入った。チェントリオーネはこの構成に対抗するため、南イタリアプリリアにて、レッチェ出身の傭兵隊長オリベリオ・フランコを雇い入れた。しかし間もなく、フランコは公に背き、その不在をついて、 グラレンズアを自らのものにした。この時チェントリオーネの妻、娘の一人、及び弟ベネデットザッカリアらが捕らえられ、娘は間もなくフランコの妻となった。チェントリオーネは急遽帰国し、それまでの敵性をドロス二世と和解、同盟してグラレンズア脱回へと軍を差し向けた。陸海からの包囲が行われたものの脱回作戦は不成功に終わった。カルロ特攻は、 彼の失敗を後期と見て、再度、グラレンズアに向けて、遠征を観光し、陸海両面からの包囲によって、フランコに対して、海上都市の売却に応じさせた。勢いに乗るカルロは、ペロポニソス半島に軍団を送り込んだ。カルロの諸子、エルコーレとメヌーノは、イリア地方を転戦してこの地域を征服した。特古機の素早い軍事行動に、チェントリオネはなす術もなかった。 ジェントリオーネ2世の白票を踏むような赤谷支配は1428年、コンスタンディノス・パレオロゴス先生公が共同統治者として、モレアス先生公領に赴任してきた時に大きく変転した。新先生校は積極的な発展政策を取り、1429年3月には北部最大の都市パトライの包囲作戦を開始した。これと連動し、 コンスタンディノスの弟ソマス・パレオロゴスは、兄の作戦を、側面から支援する目的で、赤屋広告領への作戦行動を開始した。チェントリオーネ2世は打ち破られて、巨城、ハランドリズアへ追い詰められた。チェントリオーネと、セオドロス2世、コンスタンディノスの協議が行われた結果、チェントリオーネの娘カテリーナと、ソマスの結婚、後者への嫁しとしての赤屋広告領全土の、 割情が取り決められた。ただ南西岸のアルカディア城のみが赤屋港の居城として残された。結婚は1430年1月にミストラスで取り行われ、領土の割情も実行された。その2年後、チェントリオーネニセイはアルカディア城にて死去し、ソマスは速やかに軍を派遣して道場を接収した。赤屋港の未亡人と諸子は投獄され、 ここに、赤屋広告は1204年のフランス人による建国以来、約230年にわたる歴史を得ることとなった。チェントリオーネ2世の妻は、イッピロス先生公、カルロ1世の弟レオナルド2世の娘。着手は二人。少子、ありがとうございます。